あれ、皆さんこんにちは。こんにちは。ゲンゴルの西崎幸宏です。体型は似てるかな。この間ほら会って憧れちゃったから。憧れだよね。憧れだから。最高。今日はですね、はい、すごい簡単な、はい、簡単なことですけど、アマチュアの人の8割ぐらい間違えてて、で、実際分かってても9割ぐらいの人ができてない動き、はい、上半身の動きを今日はレッスンしたいと思います。 OK です。やっぱりね、小池の右上半身の突っ込まなさってすごいと思うんですよ。そうですか。すごいです、はい、これぜひちょっとコツを、すごいコツっていうかね、これはですね、まずこのクラブを振るこの動力っていうのは動力、もちろん下半身です、はい、下半身で、下半身がしっかり動くことによって、上半身もねじれてためができて、はい、飛ばせるんですけど、はい、これって西崎さんの話じゃないですけど、球を投げる時の動作もそうなんですが、やっぱり下半身が動力になりますよね、ヒールアップして、それで踏み込んで、で上体が遅れてきて最後捻転ができる、でこの捻転の作り方がやっぱりうまくできないとやっぱり球は飛ばないです、はい、でプロがなんで飛ぶか、アマチュアの人は、なぜ同じ体力、筋力で年齢で飛ばない、プロより飛ばないか、これはもうほとんど技術なんですけど、やはり今球を投げる動作がすごい鍵になって、ゴルフってテイクバックしてって、上体の筋肉も使うんですがほとんどが下半身なんですよ、でこの下半身のやっぱり筋力、動きでその上に乗ってる状態がそれに合わせてシンクロして動いてくるんです、で、その基本的な動きが理解してないと、どうしてもゴルフって、ここが一番ですね、ボールが当たる、で次に手、グリップ、次に腕、そして次肩、でここまでで終わっちゃう、大体そうなんだよな、そう、ここの何でかというとやっぱり見てても自分の視界に入ってくるの肩、腕、クラブ、ヘッドだから、下半身が見えてないし、ほとんど例えば右にボールが行っちゃったって言ったら、あ、開いたなって、すると次に閉じて、あ、閉じすぎたな、でもしかしたら今のこの間踊ってくれたみたいに肩がこう突っ込んでるかもしれないから、ちょっと肩開かないで打とうとか、でこれだとまあ基本的にボールは何でもゴルフやってれば、まっすぐ打てるようになるんですけど、さっき言った動力としてはどうなのかっていうことですね、飛ばないですよね、飛ばないね、やっぱり肩を止めてクラブを調整してたら、だから小田津プロも言ってる肩を右肩出さないっていうのはどういうことかっていうと、肩を止めて手で打てということではなくて、要するに肩単体で動力をこういうふうに使わないってことです、じゃあどういうことかというと、実際肩って回しますよね、そしたら今度は右向け右、左向け左、まあ、これも表現では使えますけど、それを真に受けて右左ってこれやってる動作、これって実は肩の背中の筋肉とかで、こうやって動かしてるわけではなくて、あくまでもテイクバックはこの間言ったように右肩をしっかり引かなきゃいけないです、これ背中がこうねじれてるんですね。だからこの状態で腰がだいたい普通の、まあ、体の標準的な男性だったら、まあ、45度ぐらい回った状態で肩は90度以上いきます、でこの状態をインパクトに戻すまでに、肩を戻してきちゃしておくんですよ、そうすると確かに最後は腰のこの角度よりは追い越すんですが、それがどうしてもみんな速くなってしまう、でそれはどういうことかというと、回したものをどれだけ速く戻そうか、だからこの間小立がディスってた、こういうのあったじゃないですか、でこうやってこのままフェースをインパクト、あ、でこれは
ありえないって言ってたじゃないですか、うん、まあ、確かにありえないと思います、うんうん、だってプロでもこうやって肩開いてる、じゃあこう説明してる人でさえインパクトをこうやって打ってる人はいなくて、うんうんうん、それはすごい、もっとこれからまた言いますけど、うん、サイドベントとか、うん、肩がこう出てきても、うん、要するにサイドベントを傾きを使うと肩って開かないでフェースをこうまっすぐに使えるんですよ、はいはい、だからそういうの説明がないで、例えばこういうイメージでこのままフェースこうにやってって言ったら、うんうんうん、やっぱり僕の生徒さんでも何人もそれを、まあ、もちろん教わってて YouTube も楽しくて見るじゃないですか、流行ったから、流行ったから、ね、流行ったから、うん、これプロどうですかって言ってで、うんうん、すごい言われで、うん、どうですかって言ってからやってくればいいんだけど、もうかなり練習してから来るんで、うん、あ、はいはいはい、やっぱり結果的に小田で言ったみたいに、うん、こういう状態なんで、この後引っかかるからフェースを開くしかなくて、うん、あ、これでボールがまっすぐ行くってことはおかしい、そういう人多いですよ、おかしいんですよ、なってる人、あ、こんな開いてるの、うんうんうん、おかしいわけです。だクラブも今の肩の動きって、うん、こう待ってたものが腰の上に乗っかってるんで、うん、さっきの説明に戻りますけど、例えば45度で肩90度だと分かりやすくします、はいはいはい、そしたらこの状態から腰が45度から戻って正面になりました、うん、その時は肩の向きはどうなってますか、これは45度右を向いてなきゃいけない、うん、あ、そうだよね、今分かりやすく90、90、はいはいはい、そしたら腰が45度開いたら肩はどこ向いてますか、うんうんうん、これは正面向いてます、はい、ってことは、うん、腰と肩の関係っていうのは、うん、ダンスイングではほとんど変わらないということです、うんうん、なるほどね、そうですね、はあはあはあ、これをみんな理解してないと、そうかそうか、もう最初にねじれができてるからあとは変わらない、腰の上に乗ってる肩が正面に戻ることを、うんうんうん、確かに見守ってあげなきゃいけないんですよ、はいはいはい、でもほとんどの人は肩の筋肉とか背中の筋肉で肩を回すんです、はい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 、はい、そしたら肩開いてるでしょ、うん、でプロのギアーズとかで測ってもやっぱり肩開いて3センチ以内です、うん、開けって言ってる人でもほとんどがスケアに戻ってきます、うん、まあ、そこがまあ難しいところで、うん、さっき言ったサイドベントがかかってくるんですよね、うん、例えば少し肩が開いてくる動作の人もいます、うん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 、でも少しこういうことができるんです、はいはいはい、だから僕はGG スイング、うん、みんな、ね、後からディスったりしてる人もいたけど、うんうん、僕は素晴らしい理論だと思って、うん、そうか、そうなんです、そう考えるとね、あの理論ってどういうことかというと今の肩を開けなんて言ってないんですよ、うん、そうだよね、だけどみんなGG スイングっていうと、うん、これねやるわけ、そうなっちゃうんだよ、ね、だけどこれやったらまともにやったらみんな肩開いちゃう、うん、で今でもまだそれにちょっと後遺症的に、はいはい、悩んでるしてるんで、はい、まあ、要するにあの理論もちゃんと、うん、和訳して英語を聞いてると、うん、まあ、レイとかに助けられて、やっぱり肩は開けって言ってないんですよ、なるほど、そうでも肩開けて教えちゃってるんですよ、そうなんです、 GG は開いたけどクラブ回して内側から、うん、あれじゃあどうやって肩開いて教えてるかっていうと、うん、GG さんは肩じゃなくて胸を開けって言ってます、うん、胸、あ、はいはいはい、そうすると肩のラインが変わらないで、うん、胸がこんだけ開く、だこの動作を教えたかったんですけど、どっかで、うん、伝言ゲームみたいにこうなっちゃったんです、うん、誰も言ってなかったもん、そうですね、だからやっぱりちゃんと本当に直訳してもらって、そうだね、そう翻訳してもらって、そうだね、やらないと、なるほど、これは GG じゃなくても僕たちも今でも教えます、うん、はいはいはい、肩開かないでなんで胸開けっていうかっていうと、うんうん、さっき言ったアマチュアの人で硬い人が、うん、肩正面にしといて腰開いてくださいって言うと回れないんですよ、うん、僕も硬くて、はいはい、うん、そうするともっと回してって言うとどんどんこうなっちゃうんです、あ、でもやっぱり GG さん素晴らしくて、うん、肩を開くんじゃなくて、うん、腰じゃなくて胸を開いてくださいって言うと、うん、あれ腰開いたな、確かにリードできるんですよ、だからいやすげえ分かったのが、はい、要はさ、ここで出てきた、出てきた、ここでさ要は小池言うにはここ45度で、ここ45度で、はい、もう90度回ってんだから、別に肩回しても
正面だよね。そういうことです。そういうことなんだよね。そうだ、単純なことです。俺多分さ、勘違いしてたのはここから、だから逆に腰の回転を肩の回転が追い越しちゃうからこういう解釈にしちゃったのかな。あ、はい、だってそのまま行けばさ、はい、肩が動いてきても、はい、こうやって動いてきても、はい、こっちの方が先行してんだから、はい、ここでこのまま行けば当たるもんね、はい、そうです。であとはあの人が言いたいのはこれがこう、これが良くないってこと。良くないです。この左膝をこう割ることによって、そう、ここが、そうする、そうして肩を正面に向いてて、うん、てそれをやるっていうと胸を開かないと無理なんですよ。これね、これね、胸を止めちゃうんです。みんな肩開かないでっていうと胸を止めちゃうんです、うん、で腰開いてって言うとできないんですよ。そうそう、開いちゃう。だからこれすげえ分かるやつ、分かりますかね。いやこれね、やってみると、ただそこでビデオ見ながらやってもらったら分かります、うん、肩、みんな肩と胸の分離ってみんなできてないんですよ、うんうん、どうしても肩と胸ってなんでかというと、うん、意外とねこう構えてくださいって、こうはダメですよって言って、はいはい、これはダメっていうと、うん、こうするじゃないですか、うん、でそのまま胸張ったままダウンスイングすると、うん、肩と胸が一緒になっちゃう。そうすると腰って開かないんですよ。確かに確かに。だから前の昔のタイガーじゃないけどバンプしてくださいって、うん、背中こうするじゃないですか、うんうん、あれの動きって実は昔、うん、まあ、いわゆる GG でしょね、うん、胸をどこまで開いてるね、胸をね、この胸骨をこっちに向けるからですよ、うん、こう張ってたら肩と胸と同じ動きちゃうので、どうしてもこうなっちゃうんです、はいはいはい、だからこれで苦しんでた人、多分今日のビデオ見たらちょっと、うんうんうん、あっって思うかもしれない、うん、できるようになっちゃう。この肩の向きでも肩全然45度右向いてても胸って確かに正面向けられるんですよ。確かに左肩がほとんどすごっ、はい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 、そうすると実は腰が、うん、高いところに入る、全然回るし、右腰が下がらなくてする、うん、胸を張って腰を回しなさいって言うとこうなっちゃう。でもなるほどね、胸骨を肩の位置を変えないで回してあげると腰が平らに回る、うん、耐えてる。これは今日言ってるのって、まあ、肩の動きと腰の関係だけど、うん、そこまで細かくちょっと考えてやってもらうと、アマチュアの皆さんももしかしたら今ので勘違いしてた、こんな肩右向けてたらどうしてもできなかったら僕たちも右肩止めるイメージで振ってくださいって言うけど、うん、やっぱり肩って別に止める必要もないんです。確かに確かに。単純に何もしなければこの45度の差っていうものはそのまま行けばいいんだもんね。90度から45度がまっすぐになったら45度肩が右向いて正面で当たることになってるわけですね、うん、はいはい、はい、だどういうことかっていうと、こっから腰が45度で肩ここまで戻ってきて、うん、正面向いてね、そしたら腰が45度開いたら正面で当たるんで、うん、肩止める必要はないね。ないです。確かに。ちょっと一つ質問していいですか、はい、あのもう本当によく分かりました。 GG スイングが、はい、本人は悪いことじゃないだけど、うん、じゃあ前言ったあの博士のここがね、まあこういうふうにしてっていう、まあまあまあ日本の人は言う、はいはい、まあ言う、まあ GG も分かんないけど、はい、言います。これをやると、はい、要するに飛ばすための僕らが言うねブレイキングフォース、はい、これは使えないですよね。あの使えます。使える。はい、あのタイミングが今言ってる、うんうん、これも皆さん勘違いしてるのは、うん、左ガニ股にしてくださいっていうのは、うん、実はこの足をこっちに開いてくださいってことじゃないんですよ。あららら、そうなの。そう、こっちの足がこうならないで、うん、ないようにこういう動きをしてくださいっていうことなんです。それを勘違いしてこうやって逃げちゃうような気がするわけよ。逃げちゃうんです。これやっちゃったら、ね、左の足を、うん、こうやったらこれ逃げるに決まってます。基本的にカタリストやってもこの母子球よりもこの膝が1ミリ左行っただけで小指にかかります、うん、ああなるほどなるほど。この膝は母子球よりも絶対に中に入ってなければならないです。だから GG もこうにはならないです。確かに。まあそうだね。こっちの足がこうこうならないでこう使ってください。あ、要するにこの間よくね、こだってこの間のビデオでやったじゃん、うん、後ろの。これと同じで、うんうんうん、力って腰を回転させようとしたら、腰がもし船だとしたら、うん、こっちに回すときにこのオールどうしますか、うん、こうやりますか。そう、こっちですよね、うん、そうですね。だから
これはオールです、はいはい、この船の。そしたらこっちにかければ腰はこっちに入る、うん、そうか。だからみんなやってるのはただ、うん、あ逃げちゃってる。そっちに、うん、じゃあこのオールはこっちに、この腰、うん、この船をこっちに回転させたかったら、うん、こっちやるんですよ、はいはいはい、ってことはこのオールはこっちですよね。そうですね。じゃあこのオールは逆こっちですね。そうです。ってことはこの足は実はこっち使ってるんです、うん、あららら。そうだから、うん、ガニ股にしてくださいってこっちに力使うことじゃなくて、ガニ股にしたいんだったら、うん、これはこっちでこうしなきゃいけないです。おお、こういう力、こういう力。それ誰も言ってない。でもアメリカの人みんな言ってますよ。あ、そうなんだけど、ジジ日本で、じゃあ日本で小池博士が GG を正しくもう一回やってください、はい、だけどね、だけどちょっとまた出てきちゃうけど、ちょっと俺はやっぱりクリス・コモノが好きだな。あ、いいっすね、はい、ね、あの、じゃあ今度それをちょっと、いやいや、まあ俺はクリス・コモノをしっかり説明できるほどじゃないんだけど、俺はどっちかっていうともう本当にあの、まあ、飛ばすに、あの、結構損してたじゃん俺、飛ばす、そうですね、吹けたりして、はいはいはい、でそれを直すのにもう小池の言ってることを、もうずー、まあ、そればっかりしか考えてこなかったんで、もう逆に小池が GG を教えてくれても俺それやる感覚は、でも勝手に教えちゃうと多分 GG さんが怒られちゃうから、そうだね、GGGG 言ってあれなんだけど、まあ、どっちかそれ、まあ、あの小池派なんで、はい、普通に、いや派閥ですやっぱり、はい、いや派閥じゃないんだけど、この俺一番でかかったのはこの左足なんですよ。ああ、そうですね。俺、まあ、こうで、まあ、こういう状態だったのがこうで止まる。これね、これもね、うん、あ、もうそこまでしか説明してないけど、これまだ、うん、すごい深いんですよ。まだある。今の話じゃないけど、うん、この膝って、うん、母子球の1ミリでも左行ったら、はい、ああ、小指にかかりますよ。あ、そうだ、そうですね。実は、うん、このつま先を開いてること自体が、うん、こっちに開いてること自体が実は膝より母子球は内側にあるんだけど、うん、これがさっきのオールの話じゃないんだけど、うん、こっちに蹴るつたち、はいはいはい、力あって、うん、でこれってもっと開いてみて、こっち蹴れますか？あんま蹴れない。全然蹴れないでしょ。ほぼ蹴れないでしょ。これを正面にしてください。そうするとさっき言った力がこっちから、すげえくる。そう、これなんだよ俺のね、最近のこう来れるわけ。めっちゃめ、いやだけどこれ好きじゃないんだよ俺。あ、好き好きじゃない。普通に普通にね、これがいい。あ、だってさ、この間やったこれってさ、うん、結局は、うん、あのこれをしただけで距離伸びますよ、でバーティカルが上がりますよっていう話だったから、まあ、そうだね。そうだ、こんなにね、あんまり深く話しちゃいけないんだよね。そうですね、まあ確かに、あのただよくわかりました。もうバックスイングで年齢差ができてるんだから、そうです、肩を止める必要ないし、そうです、あのもし、うん、肩を止めないと肩が開いちゃう人がいたら、うん、これもほぼそうなんですけど、うん、捻転差が45度以上ない人です。あ、要するに、うん、腰が45度で肩も45度だったりとかしたら、うんうん、これって腰が先切ってったら肩って絶対開いていっちゃうんですよ、はいはいはい、だけどやっぱり全体的に肩が90度回ってる人が、うん、腰って90度回らないから、うんうん、そこまでいかないから、そうすると腰戻すと戻るだけで、だからなるほどね、あの昔からほらちょっと当たらないと肩もっと回ってないよって、はいはいはい、あれ結構正解なんですよ。まあね、そうするとボールが捕まってスライスしなくなっていくっていうのは、確かに確かに、肩が深ければ深いほど戻るまでの時間があるので、うん、ね、やっぱり例えばオーバースイングの人でもグリップが戻る時間ができるので、子供たちとか、はい、ジョン・デイリーとか、そうそう、柔らかいうわーって回す。そうで、一番いいのは前言ったように、うん、ほらショートバックのあの人じゃないけど、すごい体が回って手があまり動かない人がやっぱり有利です。あ、なるほど、もう代表的な倉本さんじゃん、はいはいはい、そうすると肩すごい回ってるのにグリップがあんまり動いてなければ、うん、ものすごい余裕があるのでいくらでもできるじゃないですか、うんうん、やっぱり肩があまり回ってないのに、うん、手がここまでいってる人っていうのは、うん、相当リリースしなきゃいけないので、このままさっきの理論で言ったら絶対開いちゃう。これね、また先輩たちと俺が飛ぶようになっちゃうなでも小池もほら最近レッスン忙しくて打ってなかったけど、はい、まあ暇な時にちょっと打つよ、
暖かくなってきたから打つようになったら、この間また飛距離登ってきたね。トップレーサーやってたら戻ってきた。お前そんな飛んでねえじゃないかって言われたんで、うん、ほらちゃんと GC 取ってこいっつって。いやだけどそれね、あのすいません視聴者さん言うと、小池博士練習する時間がないんです。違うよ、だってちゃんとその後映像出したの。あ、確かに確かに、はい、だけどもう振り回して300しかいかないっす。っていうかね、あなたたちみたいに、いやいや、あの振ってね、350とかいかないっす。いいスイングが染みついてるんで、振っても、はい、振ってるように見えないんだよね。まあそこがすごく俺が尊敬できるところなんで、まあでもね、またね伸びちゃいそうな気が。いやでも今日の話は、ま、多分結構勘違いしてる、はいはい、あのいろんなこと盛りだくさんだったり。これでかいでかい、ね、これすげーでかい。足の話やなんか3回分ぐらい今日1回でやったから、うん、これカットしないで長めだけど流したい。いや今日はね本当にね、はい、いやなんかいろいろ解決しちゃいました。はい、じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、はい、グッドボタン、お前はグッドボタンというか、グッドボタンなんでしょ、はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、いい話でした。あ、なるほどね。